たのかな。来ていただけたこと感謝いたしますわ。あなたのオーラから戸惑いと焦燥が見て取れ、何やら不穏な事態に陥っていることが想像できるわ。さすがですわね、よしこさん。いえ、ヨハネさんと呼ばせていただきましょう。あなたの力を貸していただきたいのです。私の力、どういうこと、一体何が起こっているというの。それは今度ヨハネにまた一周ツアーに連れて行ってほしいの。マリさん、なぜ。いや、謎シリアスモードのガイアなんて珍しいもの見ちゃった。カナン様で、謎シリアスとは何のことです。二人ともいつの間に。このヨハネに蹴取られず背後を取るなんて、やはりただ者ではないわね。三年トリオ、さりげなくダイヤも入ってるね。ダイヤは一年生の教室の方に向かったから何の用かと思って後をつけたのよ。てっきりルビーに会いに行くのかと思ったんだけど、そしたらヨシコ一人を呼び出してまた移動するじゃない。これは面白くなりそうってことで、カナンも呼んで様子をウォッチしてたの。電話口でミッションスタートよなんて真剣な声で言うもんだから、今度は何をやらかすのかと思ったよ。私としたことが尾行に気づかないなんて。そろそろ私を呼んだ理由を教えてもらえる。ああ、失礼しました。ではヨハネさん、ちょっとこちらへ。この前生徒会室で書類整理をしていたら、うっかり机の上の書類をばらまいてしまったんです。全部拾い集めたと思っていましたが、今日になって1枚足りないことに気づいて、今日中に仕上げないといけないのに見つからないのです。それは大変だね。でもそれを見つけるためにヨシコちゃんを呼んだの。なんで。こういう手段に出るのはどうかと思いましたが、占っていただこうと思ったのです。書類のありか最初にルビーから話を聞いた時は正直眉唾でしたが、チカさんの未来もピタリと言い当てたというではありませんか。おいおい、すごいじゃないヨシコ。そこまでの的中率なら、もしかしたら私の悩みはそう思ってお呼び立てした次第です。そういうこと、いかがでしょうヨハネさん、占っていただけますか。どうしよう、思ってたより深刻な相談だった。ズラマルやルビーの時は当てようっていうより元気づけようって思いだったし、シカたちの時はもっと軽いノリだったけど、今回は外したら本当にがっかりさせちゃうっていうか、迷惑かけちゃうっていうか。でも困っている時に私を思い出してくれたのなら、私分かった、やってみるわ。本当ですか。ありがとうございます。じゃあ今回はこれを使ってみましょう。紙と鉛筆、ランチョンマットとチョップスティックスね。鉛筆と箸と紙と布って全然違うじゃないの。どんな間違い方よ。これは神秘の戦術七つ道具、探求の羅針よ。ああ、確かに鉛筆より箸みたいだね。一本だけど、もしかしてそれが倒れた方向に探しているものがあるとか。あ、
ましょう。偽者、我の求めし者、そのありかを示せ。棒が指している方向にはドア。鍵は落ちてないわね。鍵が入り込むような隙間もありませんし、まさかドアの向こう、外に飛んでいってしまったとか。ありがとうございます、ヨハネ。